武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学社会科学部の2017年の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、配点が40点で時間が60分で、大問が3題出題されております。で、この大問の難易度に関しては割と標準的な問題、まあ見た瞬間解き方は大体わかるであろうし、まあもちろんその簡単というわけではないんですが、早稲田のレベルと見て考えたら、まあ比較的なんとかなりそうかなっていう難易度になっているかと思います。で、レベル的にはマーチレビューがしっかりできていれば十分戦える、満点狙いに来たら早計やっといてもいいかなっていうところですが、基本的にはマーチレビューの完成度を意識してやっておいた方がいいかなという難易度ですね。ただそれをまあ60分で3台なんで、時間の余裕っていう部分ではやはりその結構記述で書かなきゃいけないんで、ギリギリになる可能性は高いと思います。普段から、解き慣れてないと、厳しいかなと。その場で考えてなんとかなるだろうっていうよりは、まあ、見た瞬間解けたら、あ、パッて分かってすぐに手が動くっていう状況に持っていっておかないとって形ですね。まあその中でさらに、計算がちょっと面倒くさいというか、大変なものが出てますので、解き方は分かんだけど回答まで時間内に持っていけるかなっていうところを、まあ、試されているような問題だと思っておいた方がいいでしょう。なのでケアレスミスをしないこと、スピードを上げておくことで、計算力ちゃんとつけておくこと、このあたり、まあ、基礎的なこと、標準的なことを完成度高くやる、これを本当に徹底的にやり込むだけだと思いますので、そこを意識してしっかりやってもらえればと思います。以上が数学の勉強となります。